何これ、マリエさんがニセコを見てる。はい、始まりましあ、ごめんなさい。た。まあまあまあ、ゆるく。ていうか、なんで13人も見てんだ、これ。ありがとうございます。こんに1ち回切れは。ます。こんにちは。あ、これ結構明るいね、うん、このライト。自己紹介からお願いします。はい、ユーストリーマー野田武雄です。こんにちは。湘南のユーストリーマー藤沢ネットです。略して藤さんです。こんにちは。こんにちは。誰もつぶやいてないけど誰が見てんのかしら。誰が見てください。今日は先ほどまで鵠沼海岸チャンネルのイベントに2人で出席してきました、はい、ね、よかったね。ボサノバ、はい、ボサノバライブね。なんか後ろの江ノ島がいい感じね。あ、そうですね。で、もうちょっとなんかマイク近いかな、うん、音どうなんですかね。まあちゃんとあの大丈夫ですよ。あんまり近づくと割れちゃう、ね、あんまり近づくと割れちゃうね、はい、で最初4人ぐらいしか見てなかったんですけど、野田さんがつぶやいた瞬間ですね。関係ない関係ない、いきなりおすすめチャンネルになっちゃって、100ビューワーぐらい、ね、気がついたら100ビューワーぐらいになっちゃった。なんか俺一番最初見た時に、はい、なんか40ぐらいになってて、であれと思ってもう一回リロードし直したら90名ぐらいになってて、これおかしくねと思って。そうそう、こんなだって5人見たらバンバンザイみたいな番組だったのに、いきなりとんでもないことになっちゃって。後ろの江ノ島超綺麗よ。いしょ、つぶやいた。すごい、まだカクカクしてんな。このカクカクはこっちの PC なのか配信側なのか。僕平気平気。あのカクカクしていたり、あの音声が割れてるよっていう人は教えてください。はい、今マイクチェックしております。はい、村雪さん、村雪06さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。マーライオンさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。こっちは来てない。まもなく、もうちょっと、もうちょっとすると、俺もソーシャルストリーム見てるから多分。ありがとうございます。じゃあ藤沢ネスさん、番組趣旨を。はい、僕に言わせますか。あ、はい、あ、来てくれました。村雪さん、こんばんは。はい、なにまにという番組はですね、あ、こんにちは、こそっと拝見してます。昔は自分、あ、音は自分の環境では大丈夫ですということで、ありがとうございます、マーライオンさん。はい、あ、そうですね。じゃあこうしましょう。タイムラグがあるかな。はい、後ろの江ノ島超綺麗っていう。はい、で私がですね、このユーストリームスタジオ湘南で何かやりたいと、うん、で私も最近ユーストリーム配信毎日にやってるけど、なんか自分が出る番組がなくなってきたなと。これユーストリームスタジオのロゴどこ行っちゃったの。あ、あの辺にありますよ、はい、あ、持ってきますか。こんばんは、番組の企画面白い、楽しみにしてます。あ、プロヒデさん、ありがとうございます。うわ、すげえ、だんだん来た。これないとやばくない？サクサクです。これじゃあこれに立て、あ、ここに立てればいいんだ。え、そこ映んない？いや、映ってますよ。ここに立てかけましょうよ、じゃあ。はい。あ、もうちょいこっちか。テロップにかかるから。あ、そうですね。あ、そうそうそう。はい。割れてたりしてません。ありがとうございます。で、誰でも気軽に、ユーストリームを楽しむことができるという趣旨で、うん、ユーストリームスタジオ湘南を今広めようとしてまして、うん、ということで、そのデモ番組として何かやりたいなと野田さんに相談したところ、じゃあ俺と一緒に出るみたいな、うん、まさか野田さんが出てくれるのみたいな、はいはい、ちょっと軽く冗談っぽく言ってくれたのを、まあ、はいはい、そこに僕乗っかりまして、もう逃さないぞということで、はいはい、野田さんと二人で番組をやろうということになりました、うん、で企画に対しては僕何もノープランだったんですけど、うん、まあ野田さん、さすが野田さんで用意していただいたので、その企画については野田さんからじゃあ説明していただきたいと思います。はい、ただいま15人、まあ、ありがとうございます。番組タイトルはですね、何マニでございます。はい、で以前はですね、ボリューム0ということでですね、6月の4日にやったんですけど、はい、ちょっとお互いの予定が合わなくて、1ヶ月後が第2回目というか、そうでした。今日が初ボル1ということなんですけども、はい、で何マニはですね、
まあ、ユーストリームご覧の皆様も、何かマニアなことは一つぐらいあるでしょうと、うん、でそのマニアなですね、まあ、例えばマニアっていうといろんなマニアがあって、カフェマニアだったり、電車マニアだったり、はい、チャリンコマニアだったり、うんうん、いろんなのがあると思うんですけども、うん、そのマニアな人が、毎回やってきてですね、徹底的にまあ、なんていうの、その素晴らしさを語っていただいて、うんうん、野田と藤沢ネットさんが置いていかれるという番組を、はい、やろうと。で、で見てる人の中の一人でもタイムラインで賛同してくれる人がいればいいよねという、うん、そうですね、そういうものでございまして、はい、今日の初回はですね、本当はですね、はい、ガンダムネタをやろうと思ったんですけど、はい、まあ、初版の事情がありですね、はい、ボツになりまして、はい、じゃあどうしようと、でどうしようかなと思って考えたところですね、はい、Google プラス、はい、Google プラスいつできたの、あれ僕来たのは Google プラスできて翌日だから、うん、一昨日ぐらいですか、一昨日ぐらいからですね、うん、Google プラスっていうのが始まってですね、はい、で藤沢ネットさんがですね、まあ、僕を招待してくれたわけですよ、はい、で僕他に招待しようと思ったら招待できなくてそうそう僕もできなくなっちゃったあれから、ね、で、まあ、招待されてる人もですね、されてない人もまあいらっしゃると思うんで、うん、まあ僕らも Google プラスよく分かんないんで、Google プラスって何なのというのをですね、うん、今日ちょっと実際に操作しながらやろうかなという予定でございます。はい、約レグイスさん来てくれてますね。レグニャンだ。どうも。ありがとうございます。レグニャン、ありがとうございます。なので皆さん、ね、Google プラスって何とか、そう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 、Google プラスをこれから公開してくれるのとか、どんどんつぶやいてもらえると助かります。そうそうそう、うん、で Google プラスって何って話なんだよね。まずそこから入りましょうかね。で Google プラスって何、じゃあ画面いっちゃっていいですか。まだそもそもの、うん、Google プラスとは、はい、じゃあそれをまず皆さんで考えましょうか。ああ、今ググってみました、 Google 先生に。はい、そのググってるところ見せていいですか。勝手なキーワード、あ、いいっすよ。あ、じゃあそっち画面いきます。これ今こっち出るかな。出ます。あ、今僕の、あ、僕のというか今、はい、今野田さんの PC 画面に切り替わりました。ん？あ、これ僕の Mac になってる？いや違いますね。あ、こっちか。切り替わったかな。あ、ごめんなさい。はい、野田さんの Mac に切り替わりました。今ハテナキーワードをググったら、はい、ハテナキーワード出てきたんですけど。あ、いい番組ですね。これ見せていいのか分かんないけど、あれこれ返しはまだ来ないね。あ、来た来た来ました。あ、今ねちょっと間違ってこっちをやってたんで。ああ、了解了解了解。もう少しだったら行きます。ですね、あ、来た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 、はい、Google が提供する独自のソーシャルネットワークプロジェクトのことだって。おお。で、機能として、はい、サークル、うん、サークル、まあいいや、サークルっていうのと、うん、はい、何これ、スパ、もうちょいこれ拡大できませんか。拡大できる、はい、できる。こんなもん。うん、サーク、うん、それぐらいですと見えますね。サークル。サークル、どの辺出てるのか。いや、もう開始は遅いけど来てます。で、はい、サークルで、その次はスパークス。スパークスって読むのこれ、うん、楽しい会話をきっかけ作りに、うん、これまで使ってないですね。よくわかんないよね、うん、ビデオチャットルーム、あとビデオチャットルーム、うん、あとモバイル、うん、なんかいろいろあるんですって、うん、よくわかんないんですけど、うん、でっていうのが要はですね、うん、なんか Google が作った Facebook みたいなものでいいのかな、まあ、ぶっちゃけそんな感じでしたよね、うん、っていうのが、うん、ちょっと今僕今ソーシャルストリームを、あ、そうか、これさ、はい、あ、そうか、ポップアップしてもしょうがないのか、はい、まあそういうもの、そういうものなんだそうです。はい、あ、ゆかくさんこんばんは。あ、ゆかりんだ、こんにちは。こんばんは。徳島ユーストリーマー、ゆかりん。ありがとうございます。あとはその上はノブブさん、これ。そうですね、ノブブさん。ノブブさん、こんにちは。こんにちは。これはワリパパさんも。あ、ワリパパさん、こんにちは。こんにちは。今日のお題はですね、何間に、1回目はですね、はい、Google プラス。ちなみに Google プラス招待されたよっていう人。そうですね、ちょっとどのぐらいいらっしゃいますか。はい、教えてください。教えてください。はい、お、20人突破。ありがとうございます。どうでしょう、ね、あんまマイク近づくと割れる、どうですかね、音声大丈夫ですかね。大丈夫かな、うん、ちょっと待ってくださいね、うん、何間に
というわけで、じゃあカメラに戻していただいて。はい、戻しました。ありがとうございます。なーにーまーに、で実際にですね、まあ、招待されてねえよっていう人も多分今日いると思うので、これ見しちゃってもいいかもしれないですね。これどんな感じですね、はい、あ、ゆかさん Google プラスやってんの。お、じゃあ後でチャットに参加してもらえますか。ゆかさんさビデオチャット、ビデオチャットのプラグイン、ゆかさんどうやって検索すればいいんだ俺、うん、あ、俺が DM すればいいのか。そうですね、俺 DM して、うん、今手挙げた人みんなビデオチャットに参加させられるかもしれない。あ、そうそう、ビデオチャット参加してもらってもいいですか。とか三上さん来てほしいな。ちょっとゆかさんに僕今 DM しますわ、はい、で、Google プラスやってる人もう一回手挙げてください。 Google プラス招待されたよとか、始めてみましたみたいな人、別にビデオに参加しなくていいんですけど、はい、そうそう、うん、これから説明をする。あ、でもあれか、映っちゃうのか。え、いいか、映ってもいい、実験台になってくれる人、はい、いらっしゃいましたら。招待制ですか。招待制らしいです今。そうです、ね、うん、でなんかだいぶもう制限かかってて、もう僕らでも招待できなくなっちゃいました、なんかさ、検索したらさ、うん、Google プラス招待裏技とか、あ、そういうのもあったんですね、うん、だからそれでそういうのが入っちゃったから止められちゃったのかもしれませんね。まあ、ライオンさん招待制ですか。他に Google プラスやっていらっしゃる方、アシャヒョウコさん、何気に変なおじさんが2人ありがとうございます。今日実験台に一緒になっていただける方いらっしゃいましたので、はい、ちょっとぜひお願いします。よろしくお願いします、はい、みんなでちょっと Google プラスで遊んでみようと、うん、そういう企画です今日は。です、参加してもいいよっていう人は僕が Gmail のアドレスをお知らせするので、はい、なので今 Google プラス始めた人はお友達になりましょう。今日のお題は Google プラスです、うん、じゃあ僕も書こうかな。すでに招待状もらった人いらっしゃいますか。Google プラスなんてあったのね、なんて。そうね、うん、意外にね、知らない人いるよね。で、すごいさ、なんかさ、うん、誰か招待してってさ、すごい流れじゃないですか、うんうん、だけど結局なんか、ね、制限かけられちゃって、そうそうそう、招待できないんですよね、ね、招待できないんだよね。俺も友達招待しようとしたの、うん、したらもうすでにダメで。あ、そうですよね、 SNS で来ましたよね、うん、教えてって。でもダメでしたね。ユーストバンさんがつぶやきました。ありがとうございます。野田さんがやるとこのノリだと、もしかしたらまたこれもおすすめチャンネルになるかもしれない。なりません。ゆるゆるやってるからなりません。僕も始めてみようかな。招待制なら最初のプラスユーザーってどんな条件で招待されてる。あ、そうそう、藤沢ネットさんどうやって来たの。僕実は藤川さんっているじゃないですか。ああ、藤川さんに。多分ね、藤川さんは Google の開発やってると思うんですよ。うん、なんでそのかなり関連で招待されたんじゃないですかね。あ、うん、ごめん、俺が今わめいたらすげえうるさかった、ごめんなさい。あ、は、まあ Gmail の最初も招待来ないで騒ぎになったから気長に待つ、うん、電動さん、ありがとうございます。電動さん最近聞くようになったけど招待不明で静観中。でもこの展開は狙いなんだろうなって僕は思うんですよ、うん、いきなりバーンってリリースしないで、まあね、ちょっと小出しにして、ね、もうすごいブランディングが超うまいやり方ですよね。なんだっけ、なんか招待制で、うん、招待回ってこないと入らない、ミクシーみたいな。ミクシーって、そうだ、ミクシー昔そうだ、ミクシーそうだった、そうそうそうだそうだ。俺もね、あ、全然話ずれんだけど、はい、ミクシーはやっぱり開発系で、やっぱり最初のミクシーって、ウェブ開発者がすごいたくさんいたの、うん、もう1年以内の時、うん、でそれで
やっぱり見てると大体ウェブ系プログラマーとかすごいたくさんいたんだけど、うん、やっぱり2年ぐらいになったらもう全然変わっちゃったもんね、うん、あれぐらいですよね。その今までオープンで誰でも自分のタイミングでそのサービスを始められたのに、うん、その人から招待されないと始められないっていう。でもあれで爆発的なサービスになりましたから。だからミクシーのその割合が変わったのはあれ、うん、招待制じゃなくなった後、あの後から。なるほどね。あの後から割合がすごい仲間変わった。Google プラスやってますがまだよくわからないのですよね。それはそうですよね。まだ始まって2日3日しかなってないから、ね、これゆかさん以外は招待まだされてないってこと？今のところ。今ゆかさんのサークルの中には何人いますか？ね、ゆかさん何人いるの？ちなみに僕は今12人ぐらいいますね。あ、結構いるね。あれ、アヨノ TDO いんの？アヨノ TDO いますよ。アヨノさん、え、これは三上さんのサークルの中にあった？違う違う違う、これね、あ、これメールの人でしょ？そう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 。メールマークがついてる人はまだメールでしかつながってないと。これまだ見せてない。あ、まあ、でもこれ後でちょっとまだまだ見せないで置いてるんです。はい、これはもう肝ですから今日の、はい、ということで、はい、Google プラスは果たしてブレイクするんでしょうか？それとも Google ウェーブと同じ運命をたどるんだろうか？あれ、 Google ウェーブって何だっけ？僕知らない。ちょっと教えてください。 Google ウェーブって何だったっけ？プロヒデさん、 Google ウェーブ教えてください。 Google ウェーブ、さあ今日これから Google プラスの中身を見せます。でも見せていいのかな、よくわかんないけど知らないからいいんじゃないですか。でもそう言ってる間にビューアー30突破です。やったー。 Google プラスって何だったんだ？ Google ウェーブでしょ。あ、 Google ウェーブ、うん、Google Web サーバーは Google が独自に書き起こした HTTP サーバーの一種で。それまたそっち行きますんで。ちょっと待って、 はい、このページはあんま良くないな。良くないですか？はい。あ、でも開発中止になってるよこれ。あ、じゃあな、だからそういう、それと同じ、それと同じ運命をたどるんじゃないかってプロヒデさんが一緒におっしゃってる。2010年。あ、ゆかりんさん 4人ですって。そうそう、ゆかさん 4人。そうなんだな。じゃあ僕結構多い方かもしれませんね、うん、そのさっきのさ、メールある、はい、メールマークがついた人以外、はい、入れて11人。メールマークついてる人1、2、3。あ、この人は Google プラスやってないってことですか？メールマークついてる人っていうのは。メールマークついてる人は招待されてない。あ、招待状行ってないはず。俺も友達に送ってもダメだった、はい、でもなんかリストが出るじゃないですか、候補者みたいな、うん、入れることはできる。あ、入れることはできても、入れることはできるんだけど、はい、この候補者、これ画面見えてねえから分かんねえよって。これちょっと後でやっぱりやりましょうじゃこれ見せて大丈夫なのかな。まあいいや、これ後で みんなでちょっと検証してみましょう、ね、どういうことで実際招待とかしてみましょう。で、Google プラスで、はい、ウェブとかビデオチャットもできるらしいのでちょっとビデオチャットをね。そうですね、ウェブとか黒歴史には触れちゃダメだって。あ、そうだ、そんなのがあったんだ。 Google プラスやってます。招待、クマチョンさんだ、こんにちは。 Google プラスやってます。うん、あ、今そこにまだ映ってないのか、この人は。あ、そう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 、うん、招待ができなくなってるみたいですが、そうそう、今招待できなくなっちゃったんですよ。うん、マチョンさん、こんにちは。こんにちは。やってるんでしたらあれですね、アドレス教えてもらってまたサークルに入ってもらって。そうそうそう、はい、もし実験台になっていただける方がいらっしゃいましたら、一緒にビデオチャットやってくれる、そうそう、ビデオチャットやってくれる方いらっしゃいましたら募集しております探してます、うん、Google のサービス自体何があるか全く分かりません。本当にいろんなものあるよね。そうですね、うん、ということで今Google プラスをやってる方を今募っております。今この中で今何人見てる？32人。あ、僕も見てるから、うん、はい、大体約30名中2人しか今いないってことだよね、うん、はい、あ、2人じゃない、3人か。僕と藤沢ネスさんとゆかさんとくまちょんさんで4人か、はい、Google のサービスに何があるか全く分かっていません、うん、まあ ね、そうなんですよね、招待中止中。そうなんですよ、うん、
どなたか Google プラスやってる人、今日 Google プラスビデオチャットをやっていただける方を募っております。募ってます。結構グループでできるんで、これちょっとスカイプだと有料になっちゃう。グループでできるの？だって今グループで、複数人、そうそうそう、あ、そうか、複数人できるのか。下に何人でも出せるんですよ。だからその違いが見たいから、ちょっと一人欲しいなって。だから三上さんちょっと呼んでみようかな。三上さん何やってんだ今日。Google プラス情報、現在ニュースの情報によると招待を現在停止中。 Google プラスプロジェクトの招待を見るとって書いてある。現役女子高生2人が妄想したり踊ったり何か作ってみたりと布団の上でダラダラ過ごしている様子を見ながら女子高生の実生活に迫る番組面白そうっていう他のユースト番組につぶやいてるよ三上さん。12分前に何やってんだ三上さん来てください。で今そのチャットができる、ビデオチャットができる場所に移動してください。 Google プラスを初めて今知りました。これ見てんだ。のりえですさん、ありがとうございます。ちょっと三上さんに今メンションしよう。そうですね、ちょっと5人ぐらいでやりたいですね。で多分5人やってる、何ですか、 Google プラスのビデオチャットを配信したのは初になると思いますよ多分日本で。本当に？他にやってる人いないじゃないですか。ああ、すみません、ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。すみません、はい、ここは Ustream スタジオ湘南から配信してます。今日はユーストリームスタジオ湘南からやっております。はい、 Google プラスプロジェクト参加申し込みしてみた。あ、ベタナギさんありがとうございます。三上さん昨日 Google プラスで Twitter 検索したらものすごい勢いで流れてた、ね、うん、Google プラスはフィールドトライアルとして限定的に提供しています。三上さん今ギャラクシーに夢中なんだ。ギャラクシーって何？ギャラクシーってなんだ。ギャラクシー携帯？え、携帯じゃないよね。ギャラクシーって何ですかね。いつも景色がいいですね。あ、よりえさんだ、こんにちは。ありがとうございます。というわけで今日はユーストリームスタジオ湘南から、はい、まだ前振りしかやってない。もう、はい、20分も前振りやってんだけど、何マニと言いまして、はい、まあぶっちゃけテーマあんまりルールに縛られないで自由にやっていこうみたいなところもありますけど、6月4日に第0回をやってですね、今日1回目なんですけど、はいはい、あなたも何かマニアと言えるものがあるでしょう、はい、ということでですね、はい、そんな話をしようかなと思うんですけど、はい、今日はちょっと都合により Google プラスの話を。そうです、夏は、え、三上さん Android 携帯にしたんだって。え、マジで？え、っていうこと iPhone は？ iPhone どうしちゃったの？村幸さん、 Google プラスプロジェクトは現在少数のユーザーを対象にテストを行っている段階です。近い将来全ユーザーに提供する予定ですが、メールアドレスをお知らせいただければ提供の準備ができたときに優先的にと。本当だ、さっきギャラクシーから三上さんツイキャスやってるよ。あれなんですよね、いろいろ欠点あるんですよね、Android。YouTube にアップするとなんか文字化けしたり、音声と動画がずれたりとか。うん、前振りなんですか？旗ボーダー上。サイの人プラス。あ、それまだそこに出てきてないか。三上さん、Galaxy S。あ、そういえば昨日、うん、機種変してるから、うん、今なんか電話しても出られないみたいなつぶやいてましたね。え、三上さん iPhone でしたよね。 iPhone だった。え、ってことはソフトバンクの Galaxy ってこと？ああ、わかんない。え、でもまだ2年経ってねえんじゃねえかな。お知らせするということです。サインの人プラスブームに乗ってプラスをつけてみな。三上さん来ねえな。うん、じゃあそろそろ中見せます。もうちょい中見せます。みんな見たがってんじゃないですか。ちょっとやってみましょうか。じゃあまず、じゃあ野田さんの画面いきますか。 Google プラスプロジェクトに早速お知らせ宣誓しました、はい、何これ。あ、そうそう、でだから入りたい人はなんかさ、なんかどっかのフォームから申し込んどいていつか来るかもよみたいなの。あ、ありましたね。はい、本邦初公開。本邦初公開、
初公開なの Google プ, ロス、うん、プラスプロジェクトに早速お知らせ申請しました。うん、ドコモでは、え、もしかしてドコモ、わかんない、何があったの三上さん、なんかドコモらしいよね。まあいいや、うん、というわけで、はい、じゃあ SC02 だったからドコモじゃ、はいはい、じゃあ、あ、神活 TV のメンバーが昨日 Google プラスの招待とか使い方話題にしてましたね、うん、でも今日配信日だから神活へ集合してそう、あ、神活 TV の連中とできたら面白いですね Google プラス。だって神活あれだよ、え、誰、ゆかりんさんじゃなくてゆかりんさん、ゆかりんさんと、だから多分神活 TV はゆかりんさんと、他何人かいるん、あ、そうなの、ゆかりんさんって神活 TV の人、あの絡んでる人です。あ、そうなんですか。であともう一人はそのあれ、そこの、あ、僕ね、あの星、ちょっと別件なんですけど、ちょっといいですか、はいはい、これ使っちゃって、はい、この場をお借りして、はい、ちょっと僕準備中なのでシーとかって言ってるよ。あ、そっか。ごめんなさい。あのゆかりんさんにちょっとお願いしたいんですけど、星野テレビっていうあの地域情報番組やってるんですけど、あ、はいはい、あの神活 TV とスカイプで、だそうです、ぜひお話ししたいんで。もうこっち映ってんだ。あ、もう今映しました。あのちょっとよかったら、あのちょっとその打ち合わせというか、あのもしお時間が合えば、あ、お願いします。はい、以上です、すいません。どこだ、はい、じゃあこの画面をちょっと拡大してもらって、これが Google プラスのメイン画面です。これはあれですよね、これ今映ってる、うん、だからあれです、もうちょっと拡大してもらえると助かりますね。これはちょうどあれですね、あのFacebook でいうとこのフィード画面、というか僕しかいないんですか今。そうだよ、ちょっとこれじゃん。そうだよ、あ、じゃあ僕の方を見せましょうかね、これ。俺一人しかねえよ、俺まだ足してないんだもん。あ、じゃあまあいいや、これで、ね、見てみましょう。まずあのサークル見ましょうよ。あ、サークルじゃない、あ、じゃあ何から見た方がいいの、サークルからいきますか、うん、藤沢ネットさん教えてやり方。いやいや、僕もよく分かってないんですけど、はい、あ、こんばんはって、これなんて読めばいいんですか。あ、この人ね、桑原さん、あ、桑原さんの、はい、桑原の、あ、あの頭を取って母音を取ってるみたいな、母音を取ってるっていうの知らない人はまだ結構多い。あ、なるほど。桑原さんこんばんは、あ、桑原ね、 KWHR、うん、今 Google プラスこんなにずっとユーストで、これね、今どういう風に映ってるか俺分かんないんだ。あ、まさにこの状態です今。あ、これ、はい、あれ、これ大きくしたけどならない？え、もうこれ以上大きくならないの？これすげえ拡大してんだけど俺。あ、今さらに拡大されました。あ、でもなんかさらに一人のユーザーがあなたをサークルに追加しました出てるから、三上さんを、じゃあ三上さんからは足されてんだけど、はい、俺は足してないの。じゃあ今足すところを見せましょうみんなに。ああ、三上さん来た来た、あ、ビデオチャットにも来た、あ、面白い。じゃあちょっとビデオチャットにしてもらっていいですか。あ、ここにいいんじゃん。あ、さ、え、3人いる。じゃあちょ、あ、やばいやばい。ちょっと待って、三上さんちょっと待ってね、ちょっと僕も参加するんでちょっと待ってください。ビデオチャットに三上さん登場。三上さん、あ、これ見、これ違うな、ビデオチャット閉じちゃったからもう一回最初からやらないといけないな。チャットでよろ、うん、音は出ないんだって。え、音出ないの。あ、今ネカフェにいんだ。あ、出せないってこと。今ねヘッドホンつないでる。あー、なるほど、ビデオチャットルームに参加。あ、僕もじゃあヘッドホン、これ今これ聞こえてんのかな。いきなり Google ビデオチャットになりました。今どの音が言ってんだ。三上、これ聞こえてたら丸作ってください。あ、聞こえてんだ。あ、じゃあちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいね。え、どの音をネットに流します。この俺の今俺ユーストの開始じゃないから、それちょっと上げてみて。はい、じゃあで
俺らのマイクはちょっと下げた方がいいかな。あ、そうですね。三上三上さんは今どうやってやればいいのかな。あ、来た来た来た。あ、僕来た。あ、三上さんをじゃあ出して、僕の声も聞こえてます。まあ聞こえてたら丸してください。お、聞こえてんだ。あ、でも三上さんは話せない。あ、オッケーオッケー。三上今どこですか。そこで、そこで打ってもね、分かんないんだって。いつ川崎いつもの。あ、ここにポップアップで出る。今これポップアップしてんの見え、あ、寝カフェです。これ見えてんのかな、この文字。あ、そっか、それ今見えてますよ。開始開始、あ、開始。ユースト側は見えてんのかな。あ、まだちょっと、あ、来てる来てる。これ見えてる。見えてる見えてる。あれ、これ今何の画面が映ってんだ。今野田さんの。あ、これ俺のか。うん、三上さん赤ポロ、三上さん登場。三上さんのメガネのレンズへの映り込みが怪しいという悲劇が。じゃあこれ、あの、三上は喋れないから、どっちにしてもこのマシンは上げても意味がないから、じゃあ避けちゃう。避けちゃう。で、僕らの マシン上げました。じゃあ元に戻しました。この三上さんはチャットで話してもらいましょう。そうそうそう。うん、これ三上さんがポップアップすると、この多分ね、左下にポップアップで文字が出るはずなんだけど。あー、あー、なるほどね。これ結構ずいぶん遅れてるね。カメラに僕が映ってないと3人の顔が並ばないから面白くないですね。これプロデューサー上では見えるかなっていう、出てますね。あ、そうそう、見えてる見えてる。あ、じゃあ僕もここでつぶやいたら面白いのかな。あれ、僕のカメラってどれになってんの。これですよ。こら、うんことか書かない。人の番組だからやりたい方だよ、この人。非表示、非表示。やばいやばいやばい。やりたい放題。あ、三上さんのチャットもきちんとモニターできてる。どうせ万歳言われてる。あれ、僕の画面のコーナーやな。ということで、今 Google ビデオチャット、はい、ちょっと一回、僕のビデオって言ってないですよね。ちょっと一回、僕ちょっと最近、というわけで今三上さんとですね、ビデオチャットが16対9なんだ。あ、本当だ。そうですね、16対9だ。あ、来た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 。あ、いかんいかんいかん、やってきた。はい、で俺もこれ三上さんとあれ両方ミュートしちゃいいんだ。うん、ちょっと三上さん出しましょうよ。で、俺の声は聞こえてんだよね。で、これでちょっと待ってね、ユーストの返しの音声を。これ面白いな。あ、本当だ、これ16対9なんだね。 Google ビデオチャットをユースト配信したのうちらが初なんじゃないですか。初なのかな。で、これでカメラを選ぶことができるんですよ。これで今、そうそうそう、自分に、はい、こんにちは、富士山ネットさん、これちゃんと切り替わってる今。うん、切り替えてますよ。で、これで、はい、野田さん、これで俺にするとこれ俺なわけ。すごい。そういえばさ、録画したっけ。してますよ、全部してますよ。これすごい、この瞬間を逃したら、ね、ちょ、三上さん、三上さん、三上さん、はい、うん、すごい。 Google プラスのビデオチャットで今 Google プラスのビデオチャットルーム16対9で、三上は今喋れないので、あ、筆談来たよ。来た。ちょっとだから、タバコ吸います、18歳以下は見ないでね。だってくだじゃあ、じゃあ画面すげえ嬉しそうな顔してる。画面切り替えちゃう。 ありがとうございます。僕は今野田さんをメインにしてるんで、そうそうそう、これ今元白水さん、はい、藤沢ネットさんが、はい、今僕が映ってます。今これで画面をこういうふうに、はいはい、誰の画面、カメラは人のカメラを選べるっていいね。これさ、うん、いいね。ね、これさ、これカムツイストでデスクトップキャプチャーすれば、うん、
あれでもちょっと待てよ。でもすでにこれ今ユーストで配信してますよね。だあと三上さんの音声が拾うかどうかが分かれば、うん、これからもうスカイプの代わりにこれを利用できちゃうっていう、うん、スカイプゲストだから結構三上がなんか一生懸命喋ってるけどごめん今ミュートにしてるから聞こえないの俺のマイクの音声しか今活かしてないから筆談でお願いしますすげえがっかりしてる顔がめっちゃがっかりしてたよなんか言おうとしてたんだ今でもこれすごいですね。スカイプの代わりに十分なりますね。野田さん見つけた。お、ゆかりん見つけた？あれじゃあゆかりんさんも入ってください。あ、5人まで増やしたいですね。これみかみんが今、はい、ちょっとビデオチャットどんどん増やしたいですね。もうあの Google プラスやってる人どんどん入ってきてください。もしあのビデオチャットにご協力いただける方いらっしゃいましたらちょっとお願いします。あ、ポステックス佐藤さんだ。佐藤さんこんにちは。 Google プラスやってたらどうかビデオチャットに参加してください、Google プラスを、アカウントをお持ちの方今ですね、はい、藤沢ネットさんと、僕と川崎にいる、ネカフェにいる三上と、はい、で何 Google プラスの招待でどうやんのってなるか。もう今さら遅いっつね。最初から見ててください。もう今ずっとその話題で落ち着いたとこなんですけど。ビデオチャットの人数は最大何人まで？何人までなの？ね、でもほらあの紹介ムービー見たら、うん、すっごい数の人とか同時に、7、8人をやってましたよ。そんないるの？あの最初のビデオ見てないですか？あ、見てない。ああ、なんか紹介ビデオみたいなのがあって、うん。あ、でも左側にチャットがあるのはすごい便利ですね、これ、うん、ゆかりん、もし可能だったらビデオチャットしませんか？そう、ちょっと Google プラスやってる人、Google プラスを今試しております、はい、あ、悪そうな親父がタバコ吸ってますけど C91 あ、なぜかメディカムは認識できなくて910は直接認識できる。おあ、これなんかコメント打たねえとあれだ、どうせバンされるのは何間に、あ、これで切れても大丈夫だもうこれでいい、いやいや、どうせバンされるの、思いっきり吹かしてる、だって本当だ、タバコ吸ってたよ画面切り替えよう。え、ダメなんですかユーストって今あんまねよろしくないんだ、あ、この親父人の番組やりたい放題ですね今わざともうカメラ切り替えました。藤沢ネットさん側は三上の、そうですね、あの三上がカメラあのタバコ吸ってるところは見えてます。よく見えてます、あの返しでは見てます、うん、ね、もう面白いな。どなたか Google プラスやってる人一緒にビデオチャットやりませんか、うん、であの音声も拾えるようであれば今後はスカイプの代わりに Google チャットゲストっていう言葉が、ね、例えばね、藤沢ネットさんがこの喋ってる音を個別に、あのさ、スカイプって相手がミュートしてくれないとミュートにならない、ね、あ、そうですね、だけど、はい、これね、ミュートすることができる、相手を、あ、自分で調節できちゃうわけですね、こっち側でミュートすることができる。あ、そうですね、ここに書いてありますね、マイクのミュート、そう、あ、本当だ三上よ今、あ、向こうがこれはミュートにしてるっていう、相手をミュートしますかってやると、これでミュートってやると、あ、本当だ、さんをミュートしました、あ、本当だ、あ、で、しかもそれね、こっちに出る、野田武雄さん、あ、出るんだ、そう、だから変にやったらバレちゃうんだ、はぁ、うざいと思ってミュートにしちゃうとバレちゃうんですね、他人に。へぇ、なんかチーンとか言ってそういう音が鳴りますね。ということで、うん、あー、いかんいかんいかん、すごい、いかん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 、ということで、はい、Google プラスのビデオ機能を試しておりますが、はい、Google プラスアカウントをお持ちの方でビデオチャットをご協力いただける方を募っておりますが、はい、なんか三上さん固まっちゃってますね。三上さん固まっちゃった、うん、え、あ、本当だ、三上さん固まっちゃった、うん、落としたのかな、これ解除するのどうするのね、つうかこのチャットから抜けたいと、 あ落ちた、うん、落ちたね、あ、これ終了って押すと
抜けられるのかな、これ自分がでしょ。ああそうそうそう、もしこの会議からもう終わったから帰りたいと思ったら、うん、この終了ってボタンを押せばいいのかな、うん、ちなみに設定画面、うん、ちょっと見にくいかもしれない。ああこんな一応カメラアイサイトなんで、これカムツイストとかももしかしたら選べるのかな、でもメニューカムはダメだったっつってからね。そうですね、だから、うん、ウェブカメラとか、うん、いろいろちょっとなんか試してみたいです ね、 うんね。ウェブカメラはあるけど Google プラスのアカウントかな。そうだよね。ああマイクとか選べますね。フィーサーネットさん一旦カメラ切り替えますか、はい、ん一旦カメラ切り替えますか。ああそうですね、じゃあはいはい戻しました。ていうかね、はい、とりあえず招待が欲しい人は Google アカウントを俺に DM くださいって書いてあるんだけどできないんだよ三上さん、うん、今ね招待できなくなっちゃった。なんかね招待停止状態らしいです。ですということで、今日何間に第1回はですね、うん、Google プラスを、試しております、うん、意外と面白い。おくまちょんさんやってみようかな。マジですか、うん、ちょっとくまちょんさん DM しますか僕の、うん、Google アカウント。あ三上に戻ってきた。どうだこれ何、僕が三上さんのマイクをミュートすると三上さんにミュートされたよって出んの。出るんだ。あ、相手も分かるんだ。なるほど、じゃあ操作した通知が向こうに行くんだね。うんうんうん、だからもう、うん、あんま変なことはできない、ね、そうそうそう変なことしないけどさ、うんうん、でもそれ分かっといた方がいいですよね。じゃないとなんでミュートにすんのみたいに言われちゃうっていう。あなるほどね。あこれ面白いな。あしまったしまったしまった。あよかったカメラ切り替わってた。あそう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 、あれもう一回じゃ戻します。三上さんがタバコ吸い始めたから。あまたということで Google プラス、試しております、うん、こんな感じで。他にここのでも三上さんがいるネカフェ広いですね後ろね。広いよね。うん今多分映ってない。映ってない。ああそうかそうか。どのぐらいの。ああそうかそうか。ちょっと待ってこれをブックマークに入れると。ブックマークに。というわけで46名ぐらいの方がいつも見ておりますが、あ、そんなに？あ、すごい。今日は何間に第1回目は、はい、ユーストリームスタジオ湘南からですね、はい、はい、送ってもらいます。ネタがなかったので Google プラスをやってみようということで、はい、もう一回野田さんの画面にしちゃって大丈夫ですか。はいはい、いいですよ、はい、じゃあ三上さんじゃない画面にしよう、はい、まあ、野田さんにもたまにはちょっと割り振っていただいて。じゃあまた僕のじゃあ本も見せてみましょうか。あのこのあそっち、はい、あじゃあそっち行こうか、はい、というわけで、はい、でちょっとビデオチャットからまた離れますけど今度他の機能について、うん、これでどうすれば拡大できるんですか。プラスねコマンドシフト、あコマンドプラスで拡大とか。あそう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 、すいません。あでもそうかシフト押さないとプラスにならないんでしたっけ。コマンドシフトでプラス。あじゃあでかくなってる。はい、でここにホーム、写真、プロフィール、サークルっていうメニューがありまして、これ見えてますかね。見える見える、はい、でサークル、さっき言ったこのストリームというのは大丈夫ですか。音割れてる。大丈夫ですか。ちょっと割れてた。あごめんなさい。ストリームというのは、まあ、Facebook でいうとこのニュースフィードになります、うん、まあ、僕 の、 あのフォローしている人たちのなんか三上さんがいた。三上さんも入ってますね。こういう感じで出てて、でまず写真通すと、うん、これは今僕があのフォローしている人たちの写真がこう見ることができます。そしてプロフィールと押しますと、
まあ、自分の紹介。月翌日はユーソプで。そうそう。でこれ分かんないのは、この写真と押すとピカサが勝手に表示されるんですよね。ピカサに上がってる写真が出てくるっていう、うんうん、でもそれプラスなんか写真をアップロードって押すと、ね、この Google プラス独自の写真も上げることができる。別にこれはピカサと連動してるんですかね。俺もピカサなんか連動しますかって言われた。だから僕ピカサとこれと同じ写真が2枚上がっちゃってるんですよ、ね、その辺がちょっとまだよく分かってないっていう。であと動画って、うん、あそうそう、この動画がその YouTube と関連してるかどうかっていうのもちょっと知りたいっていう。で試しに、あの、1時間もの15分を超えるものをアップロードしてみたらできたんですけど、ということはもうこれは誰でも1時間ものがアップロードできるかどうかっていうのもちょっと知りたいなって思ってるんですけど、大丈夫ですか、うん、はい。で次サークルっていうのをしてみますと、これはあの私が今あのサークルにてかフォローしている人たちの一覧が出てきまして、こう下の方にですね、このサークルっていうのがあって、ここにこう入れることができるんですよね、うんうん、例えば野田さんをここに入れるとこうポコッとプラス1みたいな、うん、もう一回ゆっくりやった方がいい、ね、分かりました。じゃあ、じゃあ三上さんを知人に入れたいなっていう時はこうやってポコッ、うん、そうすると知人にプラスされましたみたいになって、で例えばこの友達っていうのをクリックすると、うん、その友達のリストが出てくると。でその人をダブルクリックすると、そのあダブルクリックじゃなくてもいいのかな、その人のニュースフィードに行くことができ、まあその人のなんてプロフィールに行くことができるんですかね、うん、なので今野田さんは僕しかフォローしてないので、今度また野田さんの画面に戻すので、三上さんを今度、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、今度野田さんの画面に行きました。これサファリこっちか、これ画面変わった？今も野田さんの画面になってます。あ、なんか三上さんしゃべる、どっちになってる？今、野田さんの画面になってます。でこれで、はい、三上を、あの野田さんね、あの三上さんが Google プラスの Android アプリ発見インストール中だって。へー、 iPhone もあんのこれ？ iPhone ありますよ。 iPhone あるっていうか iPhone はもうブラウザ上でできちゃうんですけどね。で三上はどうやって出したらいいんだこれ。まず三上さんサークルに追加か、そう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 、でそこにチェック、あちょっと拡大画面でやってもらっていいですか。うん、この辺、そうですね、位置的に、はい、ここに今三上が、はい、おりますが、はい、これをサークルに追加で、僕はですねユーストリームというですねのが作ってあるんで、はい、ここに今見えてますね。ちょっともうちょい、もうちょい上か、この辺だったらもうちょい拡大、うん、わお、こう、あ三上に行っちゃう。追加できました？これ今追加した？あ、ギャー、なんか画像が大変なことになってますね。ね、あでも3人になってる。拡大しちゃったから。ああはいはい。こんな感じで。これ見えるよ。うん、見えます。でこれで、あ、ユーストリームっていうサークル作ったんですね。サークルを作ってあるので、ここに入れます。はい。入れちゃうの？入れた。はい。ってやると、片思いだから DM 送れないという悲劇とか。こうするとこの ストリームには、藤沢ネットさんと。野田さんの、あ、三上さんのが、あ、三上にいないわ、のニュースフィードが。でも三上さん何も書いてない、本当？三上何も書いてない。
あ、プロフィール写真を変更しましたできた。あ、はいはい、モテカマキリンの写真になりました、はい、こんな感じでユーストリームの中の中に、うん、藤沢ネットさんとミカミンが、うん、まあ、ここに現れると。あ、なるほど。なんか上の方になんか2とか出てる。あ、なるほど。ゆかさん来た。ゆかさんが追加された。ちょっとじゃあゆかさんを使う。これどうやって見るんだっけ。サークルだっけ。あ、ここか、うん、あなたを追加したユーザー、ここのサークルボタンを押してあげると、今私を追加されたのは5人追加されてるそうです、うん、あ、藤川さんにも押されてる。じゃあ今度はゆかりんを、うん、でそれそのままドラッグ&ドロップで、あ、これをドラッグ&ドロップか。はい、これ下に行けねえ。友達でいいじゃないですか、ひとまず。あ、いた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 。ユーストリームに入れますよ。はい、ポンと。でこれでゆかりん足した。プラス1って出た。でこれをユーストリームのところにやると、うん、ゆかりんが、はい、ユーストリームサークルに入ったと。うん、素晴らしい素晴らしい。野田さんのアカウント教えて。あ、送ります。 DM 今 DM します。ちょっと待ってください。あ、ごめんなさい、藤沢ネットさん、僕の画面切り替えてもらっていいですか。あ、はい、分かりました。うん、あれ、おーってゆかりんさん言ってますよ。今 DM します、はい、ちょっと三上さんもたまには出してみて。そっか。というわけでこちらは Google プラスのビデオチャット、はい、ビデオチャットもやってます。これすごいんじゃないですか。ただいま3人。皆さんこれ見てどう思いますかね。まあ、ただまだちょっと UI 的に使いづらいところはありますよ ね。よくわかんなかった、ね、よくわかんないよね、うん、そのサークルっていう単語も聞き慣れないし、うん、でもこのビデオチャットはいけるんじゃないですかね。ね、このビデオチャットいいかもね、うん、複数にできるもん ね、で意外と画質もいいし、うん、あんまりカクカクしないし結構いいよね。ちょっと僕変えてみてもらえます。あ、はい、野田さんに変えます。あ、こっちか。 Wi-Fi もう意外に平気。うん、あ、本当だ、ブロックノイズもあんまり出ない。あ、これいいですね。結構いいね。うん、で基本自分の声はミュートになってるからハウリもないし、うんうん、これいいっすね、うん、Wi-Fi。これはその今ここにちょっとちらっと見えてますけど、あのプラグインをインストールするんですよね、うん、あ、そうね、うん、そうね、 Google Voice and Video っていうファイルをインストールしました。これいいんじゃないですか。いや、結構面白いかもね。うん、もう一回三上さんに戻そう。問題はこれ多分でも数週間で解放されるじゃないですか、うん、かな。そうですね。あれ、僕 iPhone どこやったか、あのあれ iPhone 僕そういえばどこやったかな。お祭りに置いてきてるってことはないですよね。あ、ちょっと待って。あ、いや大丈夫です。藤沢ネスさんの iPhone がどっか行っちゃった。あった。今日何間に第1回はですね、ユーストリームスタジオ湘南より、はい、Google プラスを今試しておりまして、 Google プラスのビデオチャットルーム、うん、今複数人で3人でやっております。はい、なんであれですかね、三上さん iPhone やめたのか。てか三上さん iPhone じゃないの、そういえば。こんな感じです、 Google。 あ、え、それ何、ウェブで見えんの。うん、三上さんこの音声聞こえてんのかな。三上さん、あ、聞こえてる、うん、三上さん Android にしたの、iPhone と2台持ち？あ、Android だ。Android だ。
あれ iPhone どうしたんですか。iPhone どうしたの。まだ2年縛りなしなし。Google プラスの招待だから DM しても多分ダメだよ。うん、ダメだと思いますよ。というわけで、はい、そうか、俺今こっち見てるけど、うん、よいしょ。今度のアンドロイドのやつってユーストできるんですかね。何が、ね、三上さんのやつってユーストリームできるんですか。あ、くまちゃんさんが足された。どんどん、あ、でもなんか三上さんがまた落ちた。あ、こっちから見えないだけか。ちょっと待ってくださいね。何間に、すいませんね、なんか、はい、お気に入りに入れとけって感じですよね。気に入り、あ、入った、はい、あ、グーグー、え、あ、何間に、はい、何間にをお気に入り入れとけって感じですね、はい。あ、くまちょんさんありがとうございます。ありがとうございます。あのサークル、サークル今、はい、サークルに達しました。で、はい、もしビデオチャットが可能であれば、はい、ちょっと入ってきてもらいたいですね、一緒にいかがですか、はい、ということで。なんか入れなきゃ、あ、そうだ、なんか入れなきゃいけないんだよね、そういうね、うんうん、何、サーバー入れなきゃいけないから、サーバーとの接続が切断され、会議が中断され、ちょっとこの PC ちょっと限界来てるんで一回再起動しますこの人すげえ書きたい放題書いてる。そう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 。相手の声は聞こえないんですか。相手の声聞こえます。聞こえ、はい、あ、のび太くんだ。のび太くんこんにちは。あ、のび太くんってこの間の、そう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 、あ、ですね、あ、じゃあのび太くんとかもう Google プラスやってそうじゃないですか。三上さんの音声を、あ、三上さんはね今喋れないんですよ。喋れないんで今わざとオフにしてあります、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、喋れる人が出てくれればそういう準備もしてますんで。すげえ三上さんがクリックしてる音が聞こえる。俺、え、三上さんのクリックしてる音が聞こえる。違う、三上さんミュート三上さん喋れない。うん、あれはダメか、招待できないのか、ごめんなさい。だって、というわけでのび太くんさんこんにちは。こんにちは。あの、あ、カメラ切り替えます。あ、待ってください、のび太、あの三上さんはですね今ネカフェにいてですね喋れないんですよ、うん、なんでちょっと、わざと、うん、わざとミュートにしてあります、はい、先週、先々週でしたっけ、ユーストトゥデン出た方ですよ。あ、そうそうそう、はい、ということで、8位の下。ああ、っていうかそののび太くんが出てくれたおかげでいきなりビューは10人ぐらいボンと増えちゃいました。56人の皆様こんにちは。こんにちは。まず趣旨からまたいきますか。あ、やばい、はい、はいはい、あ、こんな感じ、こんな感じ、ユーストリームスタジオ、渋谷じゃねえや、湘南からですね、はい、何間に今日は、0回放送から約1ヶ月ぶりにですね第1回目の放送を、はい、放送配信をしておりまして、はい、番組趣旨はですね、ユーストリーム見てるあなたも何かマニアといるものが一つぐらいあるでしょということで、うん、本当の予定ではですね誰かゲストが来てですね、はい、マニアのことを語ってもらって、あの僕らが置いてかれるという、うん、置いてかれて、その TL で見てる人が一人ぐらい賛同してくれる人がいりゃいいよねっていうですね、うん、そういう番組趣旨なんですけど、今日はですね、はい、残念ながらちょっとゲストがですね、うん、うまくビッキングできずですね、うん、今日は Google プラスを、はい、突如ですねちょっといじっております、うん、はい、こんばんは、 Google プラスの招待来てない、うん、来てないね。 Google プラス面白そうですねっていう、ありがとうございます。あれ今ビデオチャット、あれ Google プラスのビデオ切れた。あ、僕がちょっと今、あ、なんか三上さんが一生懸命ね、うん、アンドロイド携帯の Google プラスの画面を映してんだけど、はい、全く切り替わってないんだよね。つうか三上さんが落ちてる感じ。え、俺映ってる。あ、こっちか、ごめんなさい、はい、なんか切れてるよ、真ん中にしてあげた方がいいんじゃないですか。切れてる。あ、じゃなくて三上さんの
あ、そう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 。どうすればいいの？もうちょっと左？そう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 。もうちょい、もうちょい左。もうちょい左。はい。あ、OK です。で、ごめん、ちょっともう一回 Android 携帯の画面もう一回見せてください。もう一回見して。Used today？ いや、違います。すいません。やっぱそういう誤解も生まれるから説明した方がいいです。っていうか、あ、来た来た。これ、マイク僕どっちだよ。あ、これ、こっちで切れるの。そっち一番、うん、そうそうそう。なるほど、こんな画面になってるんだ。アイコンになってるんですね。すごいな。今三上さんがですね、Android 携帯の Google プラスアプリをインストールされたということで、今それを見せてくれてますね。これ全画面表示ができれば面白いですよね。全画面表示できないの？うん、もう64人になってるって、すげえ。何マニの意味が分かりました。これ全画面表示できないのかな。こんばんは、まだ Google プラスの招待が来てません。あ、これ拡大してるけど、これ絵は拡大にならねえわ。なるほど。拡大、三上さんのウェブカメラも C910。 そうなんだ。フリーズ、ね、三上さん落ちた。そもそも Google プラスって何なのかわからないです。あ、じゃあもう一回説明お願いします。何だったっけ。あ、じゃあ一回戻します。ちょっと三上さんがちょっと落ちたんで、まあ、Google プラス、うん、Facebook の Google 版みたいなもんっていう。そうですね、Google が始めた Facebook みたいなもんですね、はい。でしかも今日 の番組の特徴としましては、普段 Used Today では絶対着ないと言われている T シャツを普通に今野田さんが、ね、Used Today の T シャツを着ているっていう。今日僕 Used Today T シャツです。これは事件ですね。今だって2枚しか出てないんですよね、水色と黒とね。そうそうそう、うん、その2枚がここに来てるっていうね、面白い。あ、誰もいなくなっちゃった、ビデオ通話。あららら、あ、そうか、僕も今やってないからだ。ちょっと今戻ります。今日は何マニア、あ、梅本プラレルさんの、ありがとうございます、こんにちは。今日はですね、ゲストブッキングできなくてですね、はい、急遽 Google プラスを試しております。そうです、何マニの意味が分かりました。 ありがとうございます。あ、先ほどうわペアルックだって。そうそう、ペアルックなの。ありがとうございます。コマッチユースと高画質、 ありがとうございます。 Google ユースに招待する方法を確認。あ、今ってか停止してるんでしょうね、きっと ね、うん、ね、招待できなくなっちゃったみたいですね、はい。ビデオチャットルームはどちらから、あ、呼んでもいいんですか、くまちょんさん。ぜひちょっと参加してください。くまちょんさん、ユーストリームアカウントでつぶやいてたから分かんなかった。あ、じゃあちょっと待ってくださいね、僕も今もう一回 Google プラスに戻ります。あ、くまちょんさん、これでどうでしょう、上の登録ではなくて下の、ビデオチャットの、うん、ん、なんか来てるな。ちょっともう一回やってみましょうか、はい。俺しかいないビデオチャット、今参加しました、僕も。これでもちょっと UI 的になんかウィンドウが何個も開きすぎちゃって、うん、これおかしいというか、ちょっと使い勝手悪いですね、うん、うん、2個も3個も開いちゃうから、どれが今生きてるのか分からない、ビデオチャット、なんだっけ。あ、来た来た、グループに話しかけても、くまちゃんさん、右側に、ビデオチャットルームを開始っていうのがないでしょうか。でもその前に、あ、そうですね、右側にビデオチャットルーム開始っていうボタンを押すと、そうすると、はい、押すと多分なんかアプリケーションのアプリケーションを入れろっていう話になると思うんですよね、はい。あ、三上さんが来た。 Wi-Fi Wi-Fi、 じゃあ分かりやすい、もう一回切り替えてもらって、はい、分かりやすい回答ありがとうございますっていう、あ、はいはい、いわゆる裏技、三上さん見てみるといいよっていう。今ベランダなので会話はあまりできないかもですが、 ありがとうございます。でも入ってくれたら嬉しいですね。あ、三上さん来た。ちょっとこれテロップ一回外しますね、うん、ちょうどかぶっちゃってるんで。こっちか。あ、熊地さんが来た。あ、熊地さん来た来た熊地さん来た。ちょっと待って、ユーストの音声を今
ちょっと静かにして、じゃあ僕らの声ちょっと、三上さんは喋れないからもうミュートにして、お、来た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 、すごい番組になってきたな。くまちょんさん、ちょっと待って、じゃあ今音声上げ、はるってないですか、大丈夫ですか。はい、多分大丈夫。音声がこう ループしちゃう。あのですね、ちょっとあのこっち側のですね、あの接続的な問題で、あの今大丈夫、多分大丈夫だと思います。ちょっと喋ってもらっていいですか。くまちょんさん、もう一回喋ってみてください。はいはい、どうかな、どうですか。遅延があるので、遅延があるのか。こっち側は今もう上げてます。はい、今喋ってる。どうですか、低い、低いのかな、もっと上げても平気。もうちょい上げてダメですか、なんか羽織が怖くてキュイーンとかならないですか。遠いのか、大丈夫かな。いいっすよ、もうちょい、じゃあ、野田さん的な、俺のボリュームを上げた方がいい、ね、若干上げてもらってください。どうですか、くまちゃんさんの声聞こえてますか。聞こえます。あ、大丈夫、はい、あ、来てる来てる来てる、大丈夫だ、はい、すげえ、すげえ。ていうか、くまちゃんさん、髪切った、髪短い。うん、髪切った。くまちゃんさん、こんにちは。あ、こんにちは、ご無沙汰してます。久しぶりです、ご無沙汰です。すげえ久しぶりです、ね、ユーストインタビューできる。何が、もうこれからもうスカイプゲストみたいな感じで、ね、スカイプゲストみたいでできるよね、これね。すいません、なんか忙しいところ。全然全然。あれ、なんか割れてる。くまちょんさんの声がちょっと割れてる。じゃあ俺の、俺の方を下げます。はい、僕の方のボリュームを下げます少し。これでどうだろう。あ、くまちょんさんの声聞こえてますよって。あんまりなんか喋れないんで。あ、はい、あのこそこそ声聞こえづらかったらすいません。こそこそ声で大丈夫ですよ。はいはい、三上さん映ってなくても頑張ってる。くまちょんさんは、あ、じゃあくまちょんさん自己紹介お願いします。カメラに向かって。はい、お願いします。自己紹介。自己紹介ですか。いきなり、はい、くまちょんです。一部向かい屋クラブというところで、あのトワイライトストリーム、という曲の作詞を担当させていただいて、もう1年ですね。早いですね、もう1年、はい、三上さん切れたよ。そんなこともありまして、向かい屋クラブの基本的には、はいはい、あのスキー関係やって、あ、スキー、つぶやいてます、ツイッター。スキー、はい、スキーですか、スキー。へー、スキーですね。なんだ、はい、へー、そうなんだ。ウィンターオプティクスってアカウントなんで。あ、そっかそっか、だからか。スキーなんですよ。あー、なるほど、なるほど。はい、で冬の間はなんかスキーのことばっかりつぶやいてるという。なるほど。なるほど、なるほど。そうそう、作詞家、そうそう。ちょっと音割り気味、はい、これもうちょい俺が下げりゃいいのかな。あともいや、もうこっちでやっちゃいます。あ、大丈夫ですか、はい、今ごめん、今俺が下げちゃった。じゃあ上げましょう、はい、うん、ということで、あの向かい屋クラブで昔、はい、あの曲作ったじゃないですか。はい、やってましたね。あれの、はい、曲できた、2曲できたんでしたっけ。うん、全部で、ね、2曲できて、そのうちの1曲の作詞をこのくまちょんさんがツイッターで、ツイッターですよね、つぶやいて、でそれを向かい屋さんが採用して作詞になった、作詞家になっちゃったんです。え、どっちの方、なんでどっちの曲でしたっけ。トワイライトストリーム。トワイライトストリーム。そうそう。すげえ。と、21st Express。うんうん、と、2曲のうちの1曲の方をツイッターでつぶやいて、うん、それが、詩になったという。そうなんですよ。三上さんは、あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。全然それって、印税とか、まあ、いやらしい話、入ってきてるってるんですか。印税入ってくるんですか。あ、切れた。ああ、切れた。今、三上さんにフォーカス持ってかれたから、今、くまちゃんさんに戻した。あ、すげえ、陰性入ってくるのかしら。陰性。あ、そうそう、ちょろっと入ってきてます。お、すげえ。入ってくんだ。すごーい。ということで、すいません。すいません。でもね、ほんとちょろっとですよ。あ、ほんとちょろっと。すごい、でもそれでもちゃんとお金入ってくれてすごいね。向井さんちゃんとしてますね、そういうところ。スキーの板は買えないぐらいです。スキーの板は買えないぐらい。あ、でも結構いい。それ結構な金額だよね、いやもう僕ら正直ガリガリ君単位で。僕らガリガリ君単位。なるほど。あ、すごい。さっきというわけで、
これで音はなんかちゃんと聞こえて、すげえ、私も買いましただって、マヤライオンさんを。僕も買いましたよ、2曲とも。すげえ。というわけで、はい、三上さん強引に割り込み、三上さんさっき YouTube 見てますとかってならなかった？なんか機嫌悪そうな、なんか三上なんか怒ってる、なんか三上に今映画映ってるよ。そっか、ディレイがあるか。いや、そういうことないでしょ。三上さん、うん、三上さん聞こえてたら丸作ってください。あ、丸。もう少しあのアンドロイドのアプリについて語りたい感じですか？そこで切り替える。三上さん、アンドロイド携帯アプリも十分ですか？あ、もう十分。あ、はい、わかりました、さよなら、はい、ということで、あ、これで一応できますね。あ、ちなみにくまちょんさん、今これ、環境、マシンの環境って何ですか？環境、これ何だろう。Windows のマシンでノートブック。ノートブック。これはウェブカメラか。なんだこれ、あの、音やっぱループしてるんですけど、ループしてるんだ、そっち。なんか やればいいのか。ユーストとかぶってます、もしかして。あ、ユーストの音声を切っちゃえば。すみません。ちなみに、くまちょんさんは、あのサークル追加されてるの何人ぐらいですか？はい、あ、今、あれか。くまちょんさんはサークルに人が何人ぐらい追加されてますか？いや、全然追加してない。あ、全然追加されてない。今野田さんだけ追加しようとしたら、はい、あのできなくなっちゃったみたいで。ああ、なるほどなるほど。なんか三上さんがなんかチャットつぶやした、くまちょんさんのスキー板はめっちゃ高いからね、だって。ああ、高くないし、お金の話には必ず首を突っ込んでいきます。あ、三上さんが YouTube の映像を出せるようなのでちょっとやってみたいんだけど、じゃあ三上さんにの音声戻すよ。はい、お願いします。これミュート、ちょっと待って、ミュートをキャンセルするときはどうせいいの、その赤いところ。これね、これ不正報告になっちゃう。ああ、これ違う、これどうやって三上さんはミュートを戻せばいいの。あ、今すぐミュートキャンセル。三上さんちょっと喋ってみて、近づいて。あ、聞こえてる聞こえてる聞こえてる、三上さん聞こえてる、うんうんうん。で、これ何、 YouTube どうやって流すの？三上さん今音声生きてる。 YouTube の音言ってない。はいよ、うんうん、三上さんが超、三上さんの口が超アップになった。 YouTube の音言ってない。いいよ。え、いや、来てない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 。じゃあダメだ。あー、デスクトップダメだった、ダメだったらしい。じゃあ URL 貼ってください。なんかね、 YouTube を流しそうだなと思ってやろうと思ったんだけど、行かなかったみたい。ダメなんです。というわけで、ちなみにくまちょんさんはどんな人から紹介してもらったんですか、 Google プラス。会社の人ですか？いや、全然あのネットの方です。あ、全然関係なしで。ガジェット通信の。へえ、そっち系。へえ、そうなんだ。はい、そうかそうか。画像がすごい綺麗ですね。綺麗だね。あ、そうだそうだ。で、聞こうと思ったんだ。で、Windows マシン、Windows のノートパソコンで、これカメラは？カメラ。今ウェブカメですか、これ？はい、ウェブカメラです。あ、ウェブカメラ。C910？ ロジクール。ロジクール。ロジクールだ。はい。おー、なるほど、ね。なんかですね。でも音声もじゃあそのウェブカメラが。あ、音声もウェブカメラの音声ですか、これ？かな？どうなんですか？うん、そうですね、多分。多分。ああ、そのままなんで。あ、綺麗綺麗ですね。すごいな。綺麗綺麗。一応ちゃんと見れてる。Google プラスのおかげでくまちょんさんと会話ができちゃった。あ、ガジェット通信でそういえば招待やってただって。あ、へえ、そうなんだ。そうかそうか。フリーズムさん、ダメか。ということで、すいません、なんかくまちょんさん、あの付き合っていただいてすいません。ありがとうございました。なんか実験大成功です。あの、また近いうちに。またどちらかで。そうですね。ユーストゥデイこれでやったらいいじゃないですか。ね、これもこれね、ビデオチャットルームでやろうかな。面白いですね。ね、これ面白いですね。簡単に手軽にできる。ね、手軽にできますね。うんうんうん、で、しかもね、スカイプの複数人通話はもう有料になっちゃったし。しかも画質こんだけ綺麗で安定できてたらもう申し分ないですね。綺麗綺麗。うん、というわけで、すいません、なんかいきなり、はい、すいませんでした。ありがとうございました。いえ。すいません。今後もこれであの繋がっていたいですね、サークルで ね、はい、
なわけで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。切れちゃった。切れました。ありがとうございました。あ、くまちょんさん。というわけで、くまちょんさんに、三上さん、キーボード打つ音がたくさん来てるから、ミュート、ぶち。ということで。なるほど。キーを打つ音が、あ、じゃあ、こっちもじゃあカメラ切り替えますか。はい。あ、じゃあ、はい。というわけで。はい。いやすごかったですね。すごいね。意外に。くまちゃんさんってどこの人なんですか。ね。あ、それ聞いとけよかったですね。はい、何県？東京の人？意外と東京だったりして。かんあれあれかくまちゃんさん関東の人だよね。くまちゃんさんって何県？横浜横浜。ああじゃあすぐそこじゃないですか。そうそうおおなるほど。プロフィールによると続きくらさんです。もう僕しょっちゅう行ってるとこですよ。草間さんが選挙区だなところです。ありがとうございました。ありがとうございました。そうそう、くまちょんさん大好きなめいちゃん来てない。くまちょんさん、あのね、めいちゃんはくまちょんさん大好きなの。あ、そうなんですか。めいちゃん、くれはよかったのに。あじゃあ、ちょっと今日はあれでしたね。うん、ということで、惜しかったですね、くまちょんさんが横浜ですよ、だって。ウェブカメ買ってこようってやって。あ、これがこれとか言ってる。なんか。いかがでしたでしょうか。ゲットニュース .jp のこれとか言ってるけど、これあ何何ああガジェットな404になってるよ。ノートハンドになってる、うん、これが一緒についてかれちゃったから、うん、というわけでくまちょんさんありがとうございました。ありがとうございました。あこれだ、ちょっと一旦こっち見せましょうか。あ三上さんになってる。あれあ、今度あれが切れちゃってんだ。デスクトッププレゼンター切れちゃってる。あ、ごめんなさい。あ、どうぞどうぞ。あ、はいはい、はい、今ちょっとガジェット通信見せようと思ったら、さっきの方が残ってた。あ、ガジェット通信を見せようと思ったらプレゼンターが切れちゃった。はい、再起動しちゃった。くまちょんさんってすごい人、すごい人ですよ、うん、すごい人でしたね。作詞家ですね。スキー板に行かない程度の。そうか、そうか、そんなあれだったんだ。Google プラス両どう略すのがいいですかね。 G プラ、あなるほど、ね、トワイライトストリーム、俺久しぶりにトワイライトストリーム聞こう。本当ちょっと聞きたくなりました ね。あ、これこれこれ今見してますね。あ、これかガジェット通信。そうです、シフトプラス拡大されない。あ、来た来た。Google プラスを使ってみたい人、親切なガジェッツウェブライターの人が招待しちゃうぞ。あー、これで何名かが招待されたってことですね。招待されたんだ。もうこんなインビテーションプラスって書いてある。これ今でもやってんの？もうできないんじゃないですかね。ね、招待されたらどうなるのか。ああ、なるほどね。こんなのがあったってことですね。はい。うん、というわけで、はい、まあ今日の感想はもう8時過ぎてんじゃん。あ、やべ、そうですね。もうすでに8時過ぎましたね。1時間番組ですからね。マスター帰れないからね。はい。そうそう、マスター帰れないから。はい。今日の感想。はい。ビデオ通話は使えそう。うん、そうですね。それ以外はよくわかんない。確かに。アプリが。あの写真とかね、動画とかね。そう、Google、あ、そうですね。すごくないですよ。おつありでした。ありがとうございました。出てきたですね。Facebook より Google プラスの方が良さそう。うん、奥本さんだ。うん、ありがとうございます。どうですかね。流行りそうですか、Google プラス。ただユーザー数は圧倒的に多いはずなんですよ、うん、Google ってみんなほら Gmail 使ってるので、その Gmail の、いやでも Facebook じゃね。あ、だって7億人ですよ、アクティブが。あの Gmail の利用者の人数どれぐらいなんですかね、わかんない。でも Twitter 流行ったけど、バズでしたっけ、うん、は流行りませんでしたよね。ね、 Google バズ流行ってないよね。うん、でもいいな、こういうの使いこなせるようになってみたい、うんうん、ね、
日誌2323ありがとうございます。まあちょっとね、僕もよくわかんないけどサークルはねなんかね、はい、ダメそうな気がする。あだけどビデオチャットはいいかもね。うん、ビデオチャットはあの、うん、ユーストリーマーに評判が良さそう、うん、あの、ね、グループチャットできるのいいね。うん、そうですね。ただ全画面表示でやっぱあのスカイプみたいなああいう画面になればもっと使いやすいかなっていう、うん、で参加者はその画面の下の方に並ぶみたいになればもうちょい見栄えがいいかなと。お、崎原人さん、うちの相方は、Google の SNS をオーカットだっけ、うん、オーカットオーカットオーカットだっけ、なんだっけ、うん、この読み方忘れちゃった。ん、なんかね昔ね、あのあブラジルじゃなくてなんだっけ、はい、どっかから、うん、あのなんかなんどこだっけ、なんかすげえ忘れちゃった、うん、すごい初期の SNS、 ミクシーとかができる前、流行る前に流行ってた、はいはずなんだけど、この SNS ってもうあんまりダメだった。流行る理由っていうのは何なんですかね。 Facebook は何なんですか、なんで流行ったんですかね。でも野田さんあんまり Facebook やってないですよね、実際。やってない。Facebook 流行ってんのかな。そう、あの僕って必ず友達にあの紹介するんですよ、うん、この方とこの方をマッチングしたら面白いなみたいな感じで、うん、そういうのを結構趣味にしてるんですけど、なんか野田さんって俺には絶対招待すんねえオーラがあって、なんかやっちゃいけない人みたいに思ってるんですけど、どうなんですか。一体すごいいたのに、なんか新しいアカウント作って縁を切りましたよね。それダメなんだ。あれなんかあるんですか、考えが。ツイッターとフェイスブック分けたい。あ、分かりました。そこは触れちゃダメということで。はい。Google は黒歴史がいっぱいありますだって。そうだよね。あのね、作っては消えたサービスもありますからね。Google Docs はすごいヘビーユーザーですよね、野田さん。あ、そうそう、すごい使ってる。いつも、なんか資料とかのやり取りは Google Docs に誘導しようとしますよね。あ、そうだ、オーカットだ、オーカット。あ、オーカット。オーカットって言うんだって。うん、あ、今ツイートサーチストリームで拾ってっから、まだそっちには出てこないのか。はい。あ、なんかこっち固まったっぽいな。ね、後ろの夜景素敵すぎるだって。ありがとうございます。ありがとうございます。後ろ江ノ島ですよ、江ノ島。はい。ここはユーストリームスタジオ湘南と言いましてですね。はい。あ、どうぞどうぞ。大丈夫ですか。小田急線片瀬江ノ島駅、片瀬江ノ島駅、徒歩。ね、何分 ?1 分ぐらいですかね。目の前に見えます、江ノ島ビュータワーというところの5階にありますおしゃれ工房 U さんの、まあ、レストランですね。レストランおしゃれ工房 U さんの中にある、ユーストリームスタジオ湘南から今配信しております。で、誰でも気軽にユーストリームを楽しむことができるというコンセプトのもと、ユーストリームスタジオ湘南ありまして、そのデモ番組というか、まあ、こんな緩い感じのこともみんなやってみたらどうなのと、そうそういう感覚で配信させています。そうそう、配信しています、はい、というわけで、はい、まだ60名ぐらいの方あからずにご覧いただいてますが、ありがとうございます。うちのテレビどんなに頑張っても10とか20とかなんで20、30なのにこんなにビューアー見てもらえるのってありがたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、スカイプマイクロソフトに買収話しったね、いやもうされたんですよね。するんだっけ、されんだっけ。いやもうされたんじゃないですか。あ、まだかな、まだこれ噂、なんかそんな話だよね。うん、だそうなってくるとこの Google の Google プラスビデオチャットっていうのはかなり、うん、でさっきも言ったようにその動画がアップロードできるんですけど、うん、その動画は YouTube のアカウントが有効なのかどうかとか、うん、すごい知りたいですよね。例えば15分オーバーの人は15分まだ超えられない人がこの Google プラスで動画アップした場合、うん、何分まで大丈夫なのかとか、ね、ちょっと後で俺やってみよう、うん、ちょっと俺の画面ちょっと切り替えてくれる、はい、こう面白いんだけど、うん、三上さん三上がこれオフにしとこう、俺、あ、こっちの声、三上、あの三上が撮ってんだ。Android で、でこれあれだ、あの、なんか記事にしようとしてるんじゃないですか、また。あー、記事にするつもりだな。あ、ということで、多分、はい、三上さんのヘッドホンは多分ユーストの音声多分聞こえてると思うんだけど、うんうん、はい、まあそういうわけで、あ、ありがとうございました。戻していただいて大丈夫です。あ、大丈夫ですか。ということで、はい。さて、はい。で、ということで、まあとりあえずこんな感じで、あの、はい、Google プラスやってみましたが、はい。皆さんどうですか、やってみたいと思いましたかね。やってみたいと思ったかな。
ということでございまして、はい、今日はあの Google プラスをいじってみる会ということで、はい、やってみましたがいかがでしたでしょうか、うん、はい、でね、はい、来週どうすんの。そうですね、来週、あ、そうスケジューリングですね。大丈夫ですか。ちょっと待ってね、あの Google カレンダーで、俺も Google カレンダーで、もうさ、なんかさ、Google ばっかりだよね、うん、気づいたら Google カレンダーと Docs と Gmail でしょ。僕のメインアドレス、うん、メールアドレスはもう完全に Gmail なんで、ね、え、来週っていうと、9日、9日です。あ、大丈夫です、僕は。僕も大丈夫。じゃあ来週9日ということ で、ゲストどうしましょうかね。僕ね、三上さんにオファー出したんですけど、でも2週連続三上さんもあれかな。うん、三上さんなんかギャンブルについて語りたいらしいんですよ。マジで、そんなこと言ってるの。そう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 、もうとことん1時間ギャンブルについて語らせろと。三上さんちょっと今いるし聞いてみましょうか、来週。だって三上さん喋れねえんだもん。あ、そうかそうか、だからあの丸×で三上さん来週9日江ノ島来れます。来週江ノ島来ますか。だってうん、丸か×か、電車代は出ます。な、何何、丸丸か×どっち、丸か×か三角かを作ってください。でもね、仕事が入ったらもうドタキャン OK です。ちょっと待ってだって、ちょっと待ってだって。あ、今 Google 見てんだ、 Google カレンダー。てかもう単なるなんかユーストトゥデイみたいになってきちゃうから。あ、でも来るときは水色 のユーストトゥデイ T シャツ持ってきてほしいっていうということで、あれカメラこっち、今、あ、今、いや、今三上さん映してる。今三上、うん、じゃあ藤沢ネスさんのブッキングで、はい、うん、来週ギャンブル、うん、経理、経協定、いや、なんかよくわかんないですけど、ギャンブルについて1時間語らせろって言って。でも、もうなんですか、何マニュー始めた以上はもうそこはもうそのゲストの、うん、三上さん、はい、どっち大丈夫ですか。三上さんどう、俺が出てもつまんねえよ。だって、いや、大丈夫です、その辺は。じゃあ、まあ、とりあえず検討ということで、はい、はい、じゃあ来週ほぼ三上さんということで、はい、はい、じゃあ三上さんこっちの音声切りますね、ちょっと。あ、三上さん今日はありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。もう一回じゃあ最後に手振ってもらって、ちょっと待ってくださいね。はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで、はい、じゃあ今日も1時間やってまいりましたが、はい、時間は何時から。19時、うん、19時、もう19時でいいよね。19時にしましょう、うん、というわけで、はい、はい、なんでダメなんだろう。そんなわけでございまして、はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。そういえば、オープニング曲とか、あの、なんか、あ、ロゴはとりあえず出来上がったんだよね。もうあれでいいんじゃないですか。ロゴはもうこれでいいよね。はいはい、あとはなんか、あと、なんかあるかな。曲を入れてもらえると助かるかなっていう。今決めます。いや、でもまあ今じゃなくてもいいんですけど、うん、なんか今度曲考えようか。そうですね。はい、その、うん、フリーな曲で。ね、いいのがあったらということで、はい、1回ずつ進化をしていくということで、はい、なんか右の人好き、右の人、俺誰、あ、右の人って、右の人って僕ですか。あ、いいな、もうファンが早速っていうか、もうあなたこれ以上知名度上げてどうするんですか。違うかもしれないよ。いや、画面から見て右っていうとというわけで、今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。あ、じゃあ藤沢ネスさん、あの、なんか宣伝がございま、あの、お知らせがございましたらどうぞ。あ、そうですね、今週といいますか、来週のまず月曜日は19時から、うん、こちらのユーストリームスタジオ湘南からですね、フジマニガールズ TV という、その湘南で配布されている、フリーマガジン、フジマニのですね、読者モデルたちが集まって、女の子たちのガールズトークが、展開されるという番組をやっております。それが、月曜9時、19時からやってますので、ぜひご覧ください。フジマニガールズ TV で検索していただければ、はい、多分、見つけることができると思います。で、あと水曜日、にはですね、星のテレビという夜10時からの番組も配信しております。で、星のテレビは今週はですね、お寿司屋さんから配信
してですね、星野さんがお寿司を握るという体験を、配信したいと思います。寿司？寿司。寿司握るの？そこはプロの寿司屋さんが、親方が、実際に お客さんを呼んで食べさせるんじゃなくて、まあ、もちろん食べれる、普通に食べることもできるんですけど、うん、その寿司体験教室っていうのをやっていて、外国人とかに大人気なんです。だから日本に観光に来てる人とかが、ね、寿司握って帰りたいじゃないですか、うん、どうせなら、うん、そういうねニーズがあるらしくて、あ、うん、でそれを星野さんが、今週、あ、来週の水曜日に体験されるということですので、うん、ぜひ見ていただけたらと思います。なるほど。はい。藤森 TV のリンク。リンク貼っていただいてます。ありがとうございます。月曜夜19時は藤森 TV、はい。ありがとうございます。ですよ。はい。で、星野テレビは全部カタカナで Yahoo とか Google で星野テレビと書いていただければ直接もう Ustream のリンクに飛ぶことができますので、ぜひアクセスしてください。私の直近の、ユーストリーム配信はそんな、あ、そう、あとまだあったんだ、1月10、あ、ごめんなさい、7月の12日1時からですね、自民党本部の、カフェスタっていう新しいそのライブ動画配信スタジオができたんですけど、そこはまだですね YouTube ライブ と、ニコ生しか配信したことなかったんですが、初めてユーストリームを配信してみようということになりまして、日の出テレビというチャンネルでですね、うん、配信しますので、うん、7月12日の1時から日の出テレビを見てみてください、うん、よろしくお願いします。はい、以上です。どうもすみません。はい、すげえ、この日誌2323さん、はい、吹奏楽部でトランペットを吹いていますだって。すげえ、今プロフィール見ちゃった。じゃあその方にちょっと吹奏楽部の何万人で、っていうか、どうやってこのチャンネル知ってこれ見てくれたんだろう。ありがとうございました。ありがとうございます。僕はちなみにトロンボーン吹いてました。え、あれ、俺そんな話しなかったっけ、うん、あ、僕吹奏楽部ですよ。それ意外すぎますよ。あ、そうなんですよ。で、あと、僕のお知らせはですね、はい、お願いします。毎週月曜、あ、明日ニヤニヤ会があるんですけど、はい、毎週月曜日夜、毎週月曜日21時ぐらいからはユーストトゥデイ、ユーストトゥデイの短縮 URL なんだっけ、ちょっと待ってくださいね。来週頭に戻って Facebook 特集とか。いや、もう Facebook 特集はもういいでしょ。もうむしろ僕らより皆さんの方が詳しかったりするっていう、うん、てかもう最近左側にグループと Facebook ページの数が多すぎて、もうなんかもう見んのもだんだんめんどくさくない？あれ作りすぎんのも面倒ですよね。あれ削除の仕方がよく分かんなくて、本体は消せないんですかね、あれ。どうやれば消せるんですか。Facebook の BBS とかいっぱい作るじゃないですか。もう僕めちゃめちゃ乱立してるんですけど、表示は消すことできるじゃないですか、左側にバッテンが出るから。さっきみたいな湘南ストリーマーみたいな非公開の BBS が左にもうバーって作りすぎちゃってて、でもうそろそろこの案件はもう必要ないから、もう二度と開くことないから、その BBS 自体を削除したいと思ってるんですけど、削除できないんですけど。グループって消せんだっけ。グループではなくて BBS、 そう、非公開グループ、ああ、グループですね、はい、非公開グループの消し方を教えてください。グループだよね。Facebook ページじゃなくてグループでしょ、うんうん、グループってどうなんだろう。消し方教えてください。もし知ってる方いらっしゃいましたら、うん、左側の表示を消すのは知ってるんですよ。ただ×を消すだけなんで、うん、根本的に消すの。そうそう、根本的に、ね、そういうちょっと分からないところもあるんですけど、うん、あ、そうだ、はい、ちなみに、はい、左側の人は藤沢熱さんです。あ、すいません、僕だよってつぶやいておいた方がいいんじゃないですか。あ、そうですね、はい、今じゃチェックインします。というわけで、はい、野田でございます、はい、もうありがとうございました。今日はやべ、もう8時半になってた。はい、ユーストリームをやっている人であれば皆さん知っているユーストトゥデイの野田さんが今ユーストリームに出ています。知らないよ、知らないよ。あ、Z山さんだ、こんにちは。いっぱい配信あっていいなってね。明日、あ、そうだ、あと15、もう本当申し訳ないですけど、7月15日に、うん、また日の出テレビのメンバーで、うん、新橋のSL 前広場でユーストリームやるんです。新橋
新橋駅前の、うん、あの彼ら政治家なんで、うん、あの街頭演説と同じ感じで行けるんですけ ど、ただあの人が集まってきたら、うん、警察からの排除が出るかもしれない。そうだね、うん、それイエスとすんだ。管理員さんが消せばいいと思いますだって。でも僕自分で立ててるんで、その管理員なんですけど、全員抜けなきゃダメとかそういう制限ない、わかんないけど。あ、じゃあみんな一回、うん、なんかあるんじゃない、いきなりバッサリは消さないんじゃない。でもその BBS から、あ、大会ってありましたっけ、そのグループから大会、グループから大会は。あ、じゃあ全員が出てくれないと、わかんない、それ消せないのかな、もしかしたらなってるかもしれない。あ、そうですね、ちょっと聞いてみよう、うん、数多すぎちゃって、はい。じゃあとりあえず、はい、今日の決定校は、はい、とりあえず来週やりますということで、はい、来週ここの日はやります。はい、はい、中身は考えます。はい、はい、ゲストも考えます。でも多分三上さんになってほしいなっていう、僕は、うん、じゃあ藤沢ネスさんのご希望は三上さんでございます、はい。じゃあ今日の感想からいきますか。もうでも感想今言った感じ、今日の感想、はい、ビデオチャットをもう一回やろうか今度。あれ、ね、あ、じゃあ来週ビデオチャットに、でも来週までにそのユーザーがどれだけいるかっていう、ね、ユーザーが増えないとちょっと無理だからね。うん、じゃあスカイプやりますか。スカイプゲスト的な募集とかも、うん、ね、うん、まあ、あんまりとらわれずに ね、はい、まあ、あの来週までに考えておきますよ、はい、ということで、ありがとうございます、はい。そうです、じゃあ僕も今日は楽しかったです。 Google プラスだけでこんなに1時間持ったの、ね、Google プラスだけで1時間持った ね、まあ、正直あの今日は、まあ、こんなこと言っちゃうとなんかユーザービューアーの皆さんにすごい申し訳ないんですけど、もう このこれより前の話なんですけど、もう今人がいっぱいいるから言いたいんですけど、あの釘沼海岸チャンネルっていう番組に僕と野田さんがあのちょっと見に行ってたんですけど、あのそれまでね5人とか4人ぐらいしか見てなかったんですよ。でそこにめっちゃ嫉妬してる。そう、突然ですね野田さんが今この番組、あ、ここに来てますってつぶやいた瞬間にですね、おすすめチャンネルに変わっていきなりビューアーが100何十人とかに上がってしまったんですね。なのでこれからはあの変な番組には、変な番組でもないですけどね、ちゃんとやってる番組ですけど、でももうひどい知り合いのひどい。いやでもあの野田さんを連れていくとあのおすすめチャンネルになっちゃうんで危険だなっていうことが分かりました。なりませんよ、うん、でも本当にあの人たちはしっかりしている人たちで、うん、あのウェブページとか見るとすごいしっかりしてるんで ね、うん、ね、まあその実力は分かるんですけど、うん、ていうかボサの場合よかったよ今日、うん、でもやっぱりあれ野田さん効果で星ついちゃったなっていう、うんね、よかった、はい、まあ、そんな感じです。そういう番組がたくさん増えるといいね、はい、っていうことで、おめでとうございます。変な番組も必須だと思います。いやいや、でも変な番組じゃないですだけど、あの代わりは絶対野田さん効果。単なる嫉妬です。嫉妬、はい、まあね、頑張ろうね。頑張ろう。じゃあ何もにも星がつくように頑張ろう。そうです。何もにも星つけてください。はい、というわけで、皆さん今日、はい、あ、そうそう、あと藤沢ネットさん、7月6日にスカイプ出ますって、今、出口さんがつぶやいてるよ。あ、そうだ。7月6日に、レグス、そう、野田さんを連れていくとおすすめチャンネルになると、そうそう、プラレルさん、よく僕の言いたかったことをちゃんと言ってくれてる、ありがとうございます。はい、僕は7月6日の、あれ、道楽 TV、あの秋田県 の、 あの、うん、有志の皆さんであの配信されてらっしゃる番組のスカイプゲストに出ます。うん、で、先週は野田さんが出まして。うん、僕見させてもらいました。ちょっと参考に。いいこと言いますね。もう野田さんみたいにああいう喋りができればいいなって思ってるんですけど。はい、本当に、はい、あの中川社長、あそこまでいじれる人間は今郵送界にはなかなかいないんじゃないですか。あの三上さんか野田さんかという。いや僕はあのノマド式の、うん、ノマドスタイルのユーストリーム配信についてちょっと語ろうかなと思ってます。はい、じゃあこうご期待。はい、こうご期待ということで。はい。はい、ということでありがとうございました。どうもありがとうございました。止めます、もうそろそろ終わろうか。そうですね、35分ですからね、はい、じゃあまた来週も、じゃあ来週も見てください、ね、見てください。ありがとうございましたこの終わり方なんとかしたいな。じゃあさよなら、はい、音楽に変えたいですね。